MA ヘッドライン。MA ヘッドライン MC のダーリンハニー長島です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。4人組ロックバンドアブストラクトマッシュよりボーカルの村本さん、ギターの小林さんです。お願いします。お願いします。お願いします。村本さんは何度かそうですね、ナッシングスカーブズインストーンで、はい、ちょっと買いましたけど、ごめんなさいナッシングスカーブズインストーン、はい、で何度か出ていただいて、はい、アブストラクトマッシュでは初めて、初登場と、初めてですね、ということでございまして、はい、これはちょっと根掘り葉掘り、はい、お二人のお話を聞きたいなと思っております。ありがとうございます。そして最新アルバムのお話もあと後ほどお聞きしたいなと思っておりますけども、はい、まずお二人がこう音楽を始めたきっかけっていうのは、まあ、小林さんきっかけは何だったんですか、音楽を始めたきっかけっていうのは。きっかけは、うん、中学生の頃にもともと父が音楽というか、まあ、ギターを弾いていて、ええ、で家にもともとギターがあったんですよ、はい、とあとまあ、音楽好きだったんでレコード、ギタリストのレコード、エリック・クラプトンとか、はい、ジミヘンの、レコードがあって、うん、それを聴きながらこう、まあ、ギターもあったんで、うん、もう流れで聴き始めました、ね、なるほど、もう別に不自然じゃなく、もうその環境が整ってたっていう、環境がって感じですね、もともとギターがあったからみたいな感じで、うん、やり始めたのが最初ですね、はい、ああなるほど、うん、もうずっとギターのみというかギターだけやりたいなって感じだったんですか。楽器はそうですね、ギターだけでしたね、うんうんうん、途中ちょっとピアノも少しやりましたけど、ほとんどもうほぼほぼギター一本ですね。あ、なるほど、ね、うん、村本さんは、まあ、音楽始めたきっかけっていうのは何ですか。なんかはっきりとしたきっかけって覚えてないんですけど、はい、小5ぐらいになんか歌が好きだったんですよ、うん、もうあの小学生ぐらいで歌すごい好きで、ええ、歌好きだよっていうのを知ってる知り合いの方がアコースティックギターをくれて、うん、でそれ触り始めたのがなんかきっかけ、まず第一段階、うん、でなんか中2ぐらいの時に友達にバンド誘われて、その時はギタリストで、ほうほうほう、はい、ブルーハーツコピーしてみたいな感じだったんですね、うんうんうん、そこからなんか徐々にこう音楽聴いてのめり込んでってった感じですかね、うんうん、こうボーカルで行きたいなっていう風に意識し始めたのはいつぐらいからですか。あ、でも最初からでした。あのそのギターやった時も、うん、なんかなし崩し的に入って、はい、あるじゃないですか、はい、お前やれよみたいな、うんうんうん、やるやついないからお前ねみたいな感じだったから、うん、でもボーカルやりたいっていうのはずっとその時からやっぱあって、はははそんな感じでしたね。このボーカルのこうヒーローというか、うん、はいはい、まあ、この人好きだなみたいな、ちょっと目指した場所とか、好きなアーティストとかって言いました。そのなんですか、やっぱり河本大翔さんとか。ああ、なるほど。あの世代のボーカリストに惹かれてましたね。うん、特に最初の中学生の頃とか、あのユニコーンも好きだったんで。あ、ユニコーンも、タミオさんも。タミオさんも好きだし。ええ、でも洋楽っていうよりやっぱ邦楽の氷室京介さんとか、はいはいはい、そういう結構割とメジャーなロックバンドの方に憧れてました。最初は。なるほど。結構歌い方もその氷室さんだったり民生さんだったりとか広人さんだったりとかって、まあそれぞれボーカリスト特徴もあるじゃないですか、はい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 、声色も。そうですね。好きなタイプとしてはどういったこうボーカリストだったりとかしたんですか。なんか個性的な人ですね、やっぱね。うん、なんか見ちゃいけないものを見てるみたいな人が好きです、ね、あ、圧倒的なっていう、圧倒的な、なんか普通じゃないっていうか、あーは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 ーに憧れてましたね。うん、小林さんのギターヒーローはどういったアーティストでしたか。ギターヒーロー、やっぱり最初はクラプトンでしたね、うん、やっぱりまあ影響、まあそれしかなかったのもあるんですけど、はい、まあ、サウンドとプレイと、まあライブビデオ見ながら、そうですね、うん、最初というか、そうですね、ヒーローはクラプトンですかね、うん、ああなるほど。でこうお互いがまあ音楽やっていて、この2人がこうクロスオーバーする時期っていうのはいつからになるんですか。高校時代から知ってるんですよ、うん、はい。で俺のなんか一番仲良かった当時友達、ドラムの坂巻なんですけど、はい、坂巻さん、よく遊んでて、うん、で俺は坂巻と高校違ったんですけど、あのアブストのメンバー他3人は同じ高校 で、はい、でその時に俺がなんかユータに連れて行かれて出会ったりはしてるんだよね、うん、高校の時 ね、 そうだね、高校の時にカラオケが多分めっちゃカラオケカラオケが初対面というか、多分、あ、そうです、あ、まあ、友達が友達を呼ぶみたいなつもりで、で、そうです、多分それが初めてだったはず。あれ覚えてるよね。覚えて、結構覚えてるんだよね、なんかそれが多分初めてだったから。カラオケで、うん、なんか印象的でした、なんか初めて。いや、印象的で、外の高校の子じゃないですか。で、見た目が、はい、まあ、あのすごいっていうか金髪坊主の、はい、
ピアス超空いてるみたいな、でっかい、はいはい、ちょっとヤンキー来たみたいな。ちょっとヤンキー来たみたいな。本当に最初だ やべえヤンキー来たと思ったんですけど、はいはいはい、まあでもなんか話してみると全然そんな感じじゃなくて、うん、まあ全然フレンドリーな感じ で、最初だからパッと見はやばかったですね。第一印象はね、ちょっと怖かったですね。でもその時カラオケじゃないですか。そうなんかちょっと声色聞いた時に、あ、こいつなんか持ってるなみたいな、ちょっとそういう時ってありました？考えとか。まあ、歌その時からすごかったんで、一発目聴いた時からやばと思って、結構歌声と、だからそれはありましたね、その、うんうん、カラオケの印象とかやっぱ照れるね、なんか、ね、なんか恥ずかしいよね、覚えてるもんだって、うん、確かに一番最初カラオケで出会うってなんか、ね、そうなかなかマッチング感ありますよね。ありますよね。今で言うマッチング感。マッチング感確かに。ちょっとありますよね。確かに照れますね。それでその時は、まあ、まあ一緒にはバンドまだやってないじゃないですか、はい、小林さんこうバンド活動っていうのはどういう変遷で今まで来たんですか？バンド最初コピーバンドを、はい、中学校の文化祭、はい、まあ、3年生送る会ってあるじゃないですか、はい、その時にバンドやりましたね、うん、その時コピーでグレイ、はい、とルナシーコピーして、はい、で今日その時曲を2曲多分作りましたね。曲に、あ、もうオリジナルも。そうですね、うん、中2の時に作り始めて、確か中2の時にギターソロで多分作った曲を披露して、へそうですねって感じでしたね。確かでバンドで中学校ちょっとあれですね、中学3年でコピポンって感じです、ね、ああなるほど、うん、なるほど。もうちょっとプロは意識し始めた時期なんですか？いやその時全然関係なく面白いからっていう感じ で、はい、で中学校の時その音楽の授業があって、はい、で音楽なんか選択授業みたいので、そのところでこう披露する場があったのもあって、はい、自然の流れで曲作ったりとかってやってましたね。あ、うん、なるほど。村本さんはそのバンドの流れでいうと最初はどういうバンドで？こう僕も軽音部入って、はい、バンドやってみたいな感じだったんですけど、その坂巻ともその郊外でバンド組んで、うん、なんかコピー版やって、高3ぐらいに初めてオリジナルソングその坂巻とのバンドで作ってみたいな感じかな、はい、でもそんなにこう本腰入れてバンドやるみたいな感じのイメージではなかったですね、僕は。逆にはなんかこうバンドでこうのし上がってやるんだみたいなモチベーションはそんななかったかもしれないです、うん、村本さんって高校卒業後にこうスポーツの生態の学校生態の学校行って、まあ、一度就職されてるってことですもんね。そうですね、うん、でそれでその、まあ、就職して2年ぐらい仕事して、うん、半年ぐらい経った時か1年ぐらい経った時にまあ、バンドやってることはしてたんで、はい、モテアタのサードステージっていうところで、当時はアシメントリっていう女の子ボーカルのバンドを、はい、ユーゴとナシモトがベースの、うん、組んでたんですよ。もう一人ドラム吹いてて、はい、ですごい頑張っててのは知ってたんで、ガールズバンドとして、ガールズバンドとして、うんうん、でよく、まあ、たまにライブ見に行ったりとか、でうちのドラムの坂巻は坂巻でハイキックスっていうインディーバンドを組んで全国回ってたりしたんで、うん、ああなるほど、もうバリバリやってるっていう感じだったんですね。そうなんですよ。で俺からするとちょっとキラキラしてる友達みたいな感じですよ。好きなことやってるし、そう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 、うん、で1年ぐらい経った時にそのベースの梨本から電話かかってきて、はい、ボーカル探してるんだけどみたいな、うん、でやろうよって言ってもらって、でそっからって感じですね。なんかそのちゃんとバンドやろうみたいになったの。ああなるほど、はい、ははははは。こうアブストラクトマッシュが、まあ、2004年に結成、うん、千葉ですよね、はい、千葉で結成されたと、はい、いうことですけども、うん、それはどういう話し合いで、まあ、この4人でやっていこうっていうふうになったんですか、流れ的には。どうだっけね、なんかその決定的な瞬間がなかったんですよ、はい、まあ今だから、まあ、2004年に結成したって言ってるって、うん、みたいな感じになってて、ね、本当にその日がっていうのがなくて、一応なんだっけ、その2004年に多分アブストラクトマッシュってバンドも決めたからみたいな感じしてんだっけ、うん、確かそれも本当は全然意思疎通っていうかもいやこれ毎回みんな分かってないですよ。そう前みんな分かってない、まあ、もともと友達ですからね。そうなんです、友達で多分まあ、遊ぶ機会があって遊んでるうちに、はい、じゃあちょっとスタジオ入ってみようかみたいな感じで、なるほどノリが、そうなんです、だからいざやろうっていうよりは、はい、友達同士でじゃあちょっとコピーなんかコピー曲やろうぜみたいな感じでやって、はい、始めたって感じですよね。でそうですね、うん、これ曲の中では、まあ、どういう曲を誰がどういうふうに作っていこうみたいな話し合いとかってあったんですか、バンドの最初は。
それもないです。それもない、ないですね。作れる人が、で、うん、僕がもともと前回そのガールズバンドやった時、作曲担当だったんで、はい、とりあえず曲作るみたいな感じになって、曲、なんとなくで作り始めましたね。だからその話し合いしてないですね、本当に。できる人はとりあえず作っとこうかみたいなところから始まってるわけですね。確かに。でも全身のガールズバンドとはまたちょっと違うじゃないですか。男性ボーカルで力強いボーカリストを迎えての新しいバンドってなってくると、あの曲も変わってくると思うんですよね。そうですね、もちろん変わりますね。それなんか念頭にあって、例えばこういう方向性でいこうかなみたいな、音こうしようかなみたいなのあったんですか。方向性、その時当時流行ってたのが、ラウドロックって言われる、日本でいう、ハイスター、ブラフマン、あとハスキングビーとか、エアジャム、フジロックのあの辺の、だからみんなそれは好きだったんですよね、共通点として、だから洋楽にしてもそのやっぱりフジロックとか出てるバンド、タッチみたいな、みんなもうビデオとか見てたんで、そこが多分好きなアーティストも被ってたんで、そういうのはありましたね。その構成的にはそういう感じで、2009年の2月にファーストミニアルバム、オールマイライフ、こちらリリースしましたけども、こちらどのようなこう作品というかイメージのアルバムになりました。ミニアルバム当時はその2000年代のなんていうんですか、新しいエモみたいな、あんまこう重たいラウドな方こう通ってない、ちょっときれいめな、なんていうんですかね、UK 寄りのロックっていうか、のエモがあって、そっちを結構俺たち追いかけてたんで、その印象が強いかもしれないね。エモだね。エモだね。流行ってたエモ。UK ロックからのエモみたいな、綺麗系のエモか。なんか、エモも2つあるからね、ラウドと。どっちかというとメロ重視エモみたいな感じ。2004年結成から2009年リリースまで、どういう、こうペースの活動といいますか、ライブであったりとか、このリリースに至るまでどういう、こう活動の流れだったんですか。すごい、もう曲作ってライブして、バイトして、海行って あと合宿もしてましたね。合宿もやってましたね。合宿という名の飲み会みたいな。本当そうです。友達なんで、麻雀やりながら、その感じありますよね。でなんかその、ドラムの坂巻のなんかこう実家なのか、あれ実家だね、実家だよね、なんかがこう千葉のこう、東の九十九里の下の方にあって、でそこがもうなんか山の中にあるんですよ、でなんかそこそこいい家で離れがあるんですよ。ああ、いいですね。茶室みたいなね。なんだよ、茶室っ て, ってそもそもそんなもうお茶立てんのお茶、そう、入り口とかちっちゃいのがあったりついてたりして、でそれも、邪魔なんで、あのボードとかで塞いで、防音仕様にして、でそこで、一応タダで曲作りもできるし、練習もできるみたいな、環境は最悪だけど、あそこの時間があったから結構曲できたしみたいな。そうだね、あれで結構練習してみたいな、無制限だからね、時間無制限で、でその2ヶ月1回ぐらい行って、でまたちょっとこうライブして、都内でライブして、で関西の方回ってみたいなことをずっと続けてました。なんかオリジナルスタジオみたいな感じでいいですね、そのなんか自由に使えて。そうですね、もうこも本当にこもってたね。してたでしょあれ。わ、俺らが言ったらそうね、それは。絶対してたよね。それはするでしょ。それはするでしょ。そうでしょうね。しないことはみんなしてたでしょ。どっかで分かんないけど。自分でブーメラン来ますよ。そんな。絶対。そんな振ったらもう絶対帰ってくる質問だから、そういうの。風呂派かトイレ派か離れ派、茶室派か。茶室。茶室なの。みんな多分お風呂だよね。多分。なんでこんな話じゃない。まあいいや。そういうぶっちゃけを聞きに来たわけじゃないですからね。これ今日は。いいんですか。カットすね。多分。カットだね。なんだ、生かしがいいな。そして2010年の3月にファーストアルバム「Inside the Running Subway」、こちらリリースされましたけども、このアルバムはまたどういったテイストの楽曲的には、その時はテイスト的にはさっきの話と一緒なんですけど、当時
流行ってたエモからの脱却みたいな感じのイメージですね、うん、で原点に立ち返って結構、まあ、ロックというか UK ロックとか、まあ、UK ロックもちょっと前の、まあ、もっとあの骨太なというか、まあ、U2 とかのイメージ、はい、まあ、もっとその重たくないロックというか、うん、聞きやすいロックっていうのは、あとだからちょっとグランジの要素も入ってたよね、やっぱちょっと、うん、ああちょっと US 感もあるんですよ、うん、そう聞きやすさってとこで多分そうメロの聞きやすさというか、うん、あったね、あったね、ギターのサウンド的にもね、そうこうメジャー感というかね、うん、ああなるほどなるほど、うんうんうん、そして翌年の2011年5月に、まあ、活動休止に1回なりますけども、はい、これきっかけは何だったんですか？それはもう完全に僕のわがままです。あら、わがままいやでもなんかあるじゃないですか、胸に一物ありますね。それの理由っていうのはどういったところだったんですか？まあなんかすごい正直に言うと、うん、なんか自分のこうなんていうんですかね、こうハングリーさがすごいメラメラしてた時期で、なるほど、でちょっとアブストにこう自分の気持ちがこう向いていかない時期がになってたんですよ、その時期、うんうん、でちょっとそれを正直に話して、うん、で休止するか、まあ、サイコレが抜けるかどうかなって話をして、そしたら、まあ、メンバーはだったら休止がいいと、うん、でそこから、まあ、ちょっとおのおの修行して、でもう一回集まれる時期をちょっと待とうよみたいな感じでしたね。あ、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、アブストに対する、まあ、モチベーションみたいなのも変わってきたから、そうですね、まあ、正直に話したってことですよね、はい、まあ、ただそのすごいアブストに対する愛がすごい強かったんで、うん、そのなんていうんですかね、こうなあなあにできなかったっていうのが正直なところっていうか、ああなるほどなるほど、なんか適当な感じにしときたくなかったっていう、そうですね、いう感じなんですね、はい、うん、小林さんいかがでした？なんかちょっと一旦ちょっと休止しようかみたいな話になった時にどういう、うん、まあ、感想を持ちました？まあ、感想、まあ僕だけは結構止めた感じが少しあってまあやっぱりその当時、まあ、ちょっとその内容とか細かい話すると、もう次の音源を取るぞっていうか、もう日程も決まってたっていうのもあって、なるほどなるほど、まあ、いろいろそういうのもあってちょっと今、まあ迷惑かかるからまずいんじゃないのっていう、まあ、うん、気持ちが、まあ、半分はそれがあって、うん、まあ友達なんでやっぱり気持ちは優先させたいんですよ、うん、やっぱりやりたくないって言ったらやりたくないだろうっていうのもあるけど、さすがに迷惑かけすぎるっていうのは結構でかくて自分の中で、なるほど、いやさすがに止めちゃまずいだろうっていうのがあって止めたのも、まあ自分続けないのももちろんありますけど、うん、でも自分の気持ちっていうよりはそうですね、そういうので結構止めましたね最初、まあでも結局友達なんで優先はさせますよね、うん、気持ちを、うん、もうそこは、うん、やりたくなければ、うん、やりたくないでしょみたいな感じで、うん、まあ、しょうがないよね、まあ、結構でも話したもんね、2人でもね、ちょっと話したね、ちょっと話して時間かけて結構話し、言うこと一番話したかもね、話して、うん、まあ結果的にまあマジ休止だねっていう話になりました。なるほど、そうですね、うん、まあ、それでまあ活動休止になって、うん、でその後のまあお互いの活動というか、まあ村間さんはナッシングス、うん、まあ、まあ活動、まあ主軸というかになっていくわけですけども、はい、はい、それはなんかこうマインド的にはもうこれでいけるぞと、行こうと、そうですね、っていうかもうその、まあ、一応アブストラクトマンションって、はい、ものすごい決意を持って自分的には休止して、うん、向こうに行って俺じゃあこれやるわって言ってるんで、うん、なんかもう捨て身っていうか、あ、逆にこう捨てるものがない状態だったんで、なるほど、もう歯食いしばってでもこう食いついてってやるぞみたいな気持ちでしたね、うんうん、そこから先は、うん、こう小林さんから、まあ、ナッシングスで歌われてる村松さん見て、はい、どういうこうどんどんこうまた良くなっていくわけじゃないですか、バンドの雰囲気も見ていくと、うん、どういうこう感想をお持ちでした？感想ですか、まあでも、まあ、やっぱり大勢の前でやるっていうのはやっぱりアブストではなかった分、うん、そのまあ、うん、そのライブって、まあ、誰しもなんですけどやっぱり大きいステージに出すとすごい成長するんですよね、やっぱり大きの、うん、やっぱりそれだけ力もらえるのか、でもその成長率は半端なかったですね、どん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 、うん、だからまあそんな何回もライブ見に行ってないですけど、うん、まあトントン見るたびにもう人が違うぐらい、あ、なるほど、ライブ力というか、うん、ボーカル力が、うん、あの上がっていったんで、それはすごい印象的にすごいなと思いましたね、うん、まあ、メンバーのドラムの坂巻さんは、うん、まあ
ちょっと悔しいと、福永さんがナッシングスでこう成功していくのが悔しくて、そんなに直視できないというか見れない時期もあるあったみたいな話を見たんですけど、小林さんはなかったですか、それ。ごめんなさい、悔しいとかってことですか。悔しいとか、悔しいはない、嬉しかったです。嬉しかった、単純に、まあ、もっと上手く、まあ、なってくれって普通に思いますよね、同じ人たちを見てて、まあ、しかも最初の頃でも、まあ、映像とかあれで最初辛そうにあれ見たんだよね俺は、その、やっぱりナッシングスってこう、まあ、その出た当時は多く無名に近いじゃないですか、その他のメンバーすごい人たちがいて、で拍手の数がさ、やっぱりこう、ね、タクが出てくる時だけこう、まあ、あんまり、まあ、ないわけじゃないですけど、他のメンバーの圧倒的にすごいわーって、だからそれ見て、それ見ての悔しさはありましたね、なんかなるほど、そういう、だからすげえんだぞって思う気持ちで、だからまあ大変だったろうと、そんな話はしないけど大変だったよね多分ね。思いやる、思いやった、大変だよね。大変だったろ。いやでも初めて聞きましたね、そんな気持ちだったっていうのは。でもなんか嬉しいですよね。嬉しいですね。僕と同じ気持ちの人はいると思ってなかったんで、もう絶対負けねえと思って、で負けねえと思ってどんどん良くなって、今もう引っ張ってんじゃんね、こう、まあ、看板として、だから嬉しいよね単純に。最初からね、そうそう、そんな気持ちがありますみたいな。まあ2018年5月に7年ぶりに千葉ルックにて活動再開っていうことになるじゃないですか、はい、それはこうどういったこう心境だったりとかタイミング、お話し合いだったんですか。まあぶっちゃけ僕から言ったんですけど、はい、いやもうぼちぼちやろうよって言ったんですけど、でもみんなやりたかったんだよね。まあそうだ、それはみんなやりたかったと思う。そうだよね、うん、そうまあそうですね、自分的にももうこう何て言うんだろう、アブスとまた動かす余裕というか、あーなるほど、その気持ち、余裕っていうとあれなんですけど、うん、アブソにもう一回本気で向き合えるかなみたいなタイミングだったんですよね。あ、うん、なんか、まあ、自信もついてきたし、そうですね、絶対これアブソに還元できるぞと、はい、いうタイミング、まあ、そうですね。あ、なるほど、うん、まあ、こう以前のアブソと、まあ、再結成してからのアブソの、まあ、音楽的な思考であったりとか、うん、それってちょっと変わってきたりしました、その7年ぶりにやってみて。あ、でもすごい、そのユーゴもうちのバンドのメインの、 作曲者なんですけど、はい、でコンポーザー的な気質はもう前からあったんですけど、その7年なんていうんですか、お年ごとやってきたのの影響はすごい感じますね。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、今っぽくもなってるし、うん、例えば打ち込みとか流行りの音楽とかをこう昔の音楽とつなげてちょっと昇華させてる部分を結構うまく拾ってきて、うん、今のアブスと新規織り交ぜてね、なんかそれをこう、うん、よくしてくれてるみたいなのすごい感じるんで、あ、なるほどなるほど、その影響をすごい感じます、はい、うん、小林さん的にはどうですか、こう、まあ、7年間、まあ、ナッシングスをやってきた村松さんがまたボーカルとして、まあ、バンドを動かすというところで、はい、なんか持ってきたもの、持って帰ってきたものの違いとか何かありました。そうですね、全然もう経験積んで、うん、まあもう声も歌も、うん、歌詞もだからもうレベルが違うんで、全然なんていうんですかね、すごいですよ。だからその今回のレコーディングでも、まあ、歌すごいよく撮れたんですけど、うん、まあナッシングスでそのレコーディングの数が多分すごかったのもあって、うん、多分歌い慣れというか準備の仕方って結構ボーカル僕仕事でやってて、そのまあボーカル、まあ、結構シンガーソングライターの子とかやることが終わったんですけど、その 、はい、歌やっぱレコーディングみんな上手くないんですよね、上手くないというか、うん、準備とか持ってき方ですよね、うんうん、いやそれでもみんな、これディスってるわけじゃなくて、みんなやっぱり、いやそれが普通だろうっていうか、やっぱ大変なんですよ。あ、なるほどなるほど、コンディション結構難しいと、誰かが一緒にいないといけない、普通はボーカルにボーカルトレーナーが普通横普通つく、あ、でそのなんていうのかね、健康状態を維持するみたいな、うん、
でもそれがやっぱり、まあ、その出し方とか準備の仕方もうやっぱりできんだと思ってすげえと思って、多分、そう、僕その教えた時もあったんで、まあ、教えて、自分ボーカリストじゃないんですけど、そのできなくちゃプロデューサーの位置にいたんで、はい、やっぱり教えられなくちゃいけなくて、うん、そのまあボーカル何時に起きて、まあ、ストレッチ しろとかそういう話、多分、まあ、自分から全部してる、やっぱりすごいなと思って、ボーカル力というか、まあ、レコーディングした時に、うんうん、まあ、パッて声出て、で時間もかかわらずかかわらずっていう、うん、なるほどなるほど、もうさすがですよね村松さん、あの、ね、お酒飲ませていただくこともありますけども、もうあんだけ飲んでてもきっちり仕上げてくるっていうプロなそれもすごいね、酒飲んで、いや逆なんだよね、順序が結構酒飲むために準備してるから、もう絶対もう言わさぬものをやっぱやりきって、そっかそっかそっか、そういうこと、もう準備は準備で楽しみたいから、なるほどなるほど、そっかそっかそっか、まあ、それは確かに、まあ、ありますね、素晴らしいモチベーション素晴らしいモチベーションそうだね、さあそれでは3月22日にリリースの約13年ぶりのアルバム、セカンドアルバムですね、シグナルスについてお話を伺っていきたいと思いますけども、13年ぶりのリリースでございます。どうですか、そのセカンドアルバム作ってみてといいますか、どういう流れでやっていこうみたいな、アルバムとりあえず作ろうみたいな話になったんですか。そのあれだね、あ、もうぼちぼち新譜出したよねみたいな話は2年ぐらいしてたのかね。そうだね、うん、結構、うん、そろそろってずっと話したもんね、そう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 だったんですけど、なかなかね、あのバンド自体やっぱこう活発にみんな仕事もあるんで、はい、動けてるわけでもない中での制作だったんで、はい、どうしよっかみたいなところもいろいろ悩みながらだったね、今回はね、まずこう作ろうぜっていうところに、うんうんうん、何回ズームで、もうコロナ禍だったんじゃないですか。ああ、そうですね。そうだね。そうかそうだ。何回ズームで喋ったか分かんないよね。ね、なんか喋るだけで進まないと。ああ、なるほど。どうしようかみたいなのでずっと。でやることもなんかこう、あれとこれとこういうもっとこう音源聞こうよとか優吾からあったりとか、はい、でそういうのリファレンスにしてやろうぜとか言うんですものの、なかなか進まないみたいな時期。ああ長かったね、ずっと長かったね。あ、俺がぐずってたというか、なんかどうしようかなみたいな、迷っちゃってたって、まあ、やり方として、まあ、うん、結局俺がっていうか作曲する側なんで、うん、まあ、動かさなくちゃいけないんですけど、もうちょっとみんなでやりたいって気持ちが強くて、はい、その時、ほう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 、もうちょっと なんかそうだから、いろいろ聞いてもっとアレンジの時にこうもうちょっと、うん、やろうぜみたいなのがあったんで、結構ズルズルいっちゃった感が、あ、なるほど、もっとみんなから出てくるものを待ってたっていう、出てくる、そうですね、なんかそのみんなができないってディスるわけじゃなくて、うん、やりたいって気持ちですね、うん、でそれでもいいんだけど、多分みんなでもそう単純にやりたい気持ちが大きくて、はい、そうですねズルズルやってましたね、だからそれ でそれをちょっと熟成するような、醸成するようなタイミングをずっとズームで測ってたってわけですね、うん、そうですねもう本当なんかね、お兄ちゃんみたいな、みんなでやる気を、そうですね、ね、みんなでやる気と引き出しをどんどんっていう、そういうとこあるありますね、まあ、それで、うん、で、あの要はその、だから7年、その7年前ですね、休止の7年、休止した時に作ってた音源のデモみたいのが結構あったんですよ、なるほど、でまずそれ出すんじゃ、出すのもいいかもねっていうのがポロッと話に出て、うんうん、あ、確かにと、うん、でそれをリアレンジして、まあ、もちろんあのメロも新しくする部分もあるし、はい、あの歌詞も新しく書いて、うん、あの出そうよって言ってから動いたのは、動くのが早かったね、そうだね、あ、なるほど、もう作り始めたらってことですよね、そうですね、うんうん、初めて、曲のまあ制作は、まあ、ファーストとはだいぶ違った形になりました、いろんな、まあ、バンドもまあ何年か経てっていうところもあって、曲のテイストとかって変わってきましたか。曲のテイストは、まあ、アレンジは まあ、結構というか、まあ、書いたつもりはいるんですけども、はい、うんうん、まあ、その具体的なところで言うと、今回は、まあ10、うん、そのまあ、13年ぶりうん、のアルバムってのもあって、まあ、変えた感出したいなってのは もちろんあったので、そのサウンドとしては、
まあ、シンセサイザーを結構全般的に使いつつ、なるほど、うん、あとはであと日本史で今回は結構分かりやすいというか、うん、前は結構響き重視の日本史で、まあ、意味はあるけど伝わりづらいというか、はい、まあ、そんな今回でも日本史もちょっとこう、うん、まあまあ、歌詞に、うん、そうそうそう、うん、それが結構大きな違う点っていう感じですね。あ、なるほど、違う点と歌詞とだって結構変わったと思います。そうですね、前は結構アンビエントミュージックっていうかさ、うんうんうん、そっち系のなんかインストとかそっちからも影響を受けてたけど、うんうん、前のアルバムは今回は結構あれなんジャンルなんていうの今のうちのラの音楽ってジャンル的に俺も知らないんですけど、まあ、でもいいじゃん。やっぱりサウンド的にインデ、うん、インディ US インディとかそのまあやっぱインディだよね。そうインディ US UK インディのサウンド、まあ、うん、結構ごちゃ混ぜじゃないですか、うんうんうん、そういうイメージですかね、うん、だからサウンドはだからいろいろ取り入れて今回は作ったので、うんうん、だと思う、うんうん。レコーディングのミックスエンジニアにニュースピークのドラマーのスティーブン・マクネアさん、はい、お迎えになっておりますけど、はい、いかがでしたか。こう頼んでみてこう全体としてどういうまとまりになったというか。いや、サウンドはすごくいいですね。やっぱりその、まあ、好みが、はい、まあ、日本の良さは結構、まあ、スティーブンの話した時に、まあ、うちらのバンドにもそうなんですけど、うん、やっぱり洋楽っぽいサウンドを作りたくなっちゃうんですよ、うん、どうしても、うん、で、まあ、日本の場合は結構なんていうんですかね、すごく聴きやすくなりすぎ、まあ、聴きやすくってすごいいいんですけど日本のサウンドは、はい、でもそれが自分らのやりたいサウンドには近くはなくて、うん、もっと海外のこうローエンドの出たようなサウンドをやりたかったんですよ。で、それが結構できたかなっていうのはすごくありましたね。そのスティーブンと話した時もやっぱりそのローエンドの処理の仕方とかいう話は結構してて、うん、そこ気をつけながら結構作ったんで、その、そうですね、それはできたかなっていう感じがしますね、うん、あとボーカルの処理とかもそうですけど、まあ、各楽器の処理全部そうですけど、はい、うん、まあ、村本さんは、まあ、そのナッシングスで歌ってきたというところと、はい、まあ、新しいアルバムアブソリ作るというところで、はい、歌い方とかってちょっと変えるとか意識したこととかってあるんですか、違いとか。変えようとかっていうのとぶっちゃけないんですけど、はい、と逆に意識したのはそのアブストのイメージでやっぱその壮大さとか、うん、あとやっぱポップさ、うん、あとメロディーの良さとかそのだと思うんですよね、良さって、うん、でそこに自分のカラーどういう風に付け加えたらこうより曲が良くなるんだろうっていうのはやっぱ考えましたし、うん、ただ綺麗にこうね歌い切るよりはやっぱりこう例えばこじゃあ何本か歌取ろうとってその中から選ぼうよっていうつもりでやるよりはもう一回で歌い切って、うん、そのなんかこうエネルギーみたいな、はい、こっちのこう持ってるパワーみたいなのを見せた方が逆に生きる曲もあるなとか、うん、なんかそういうのはトライしましたね、いろいろ。あ、はい、そこをちょっと意識して、うんうんうん、まあ、アルバムの方向性というか、まあ、たまたま集まった、まあ、集めた曲で、まあ、アルバムの色って変わってくると思うんですけど、うん、なんかこうコンセプトみたいなのあったんですか。僕はまあ伝えたいこととしては、うん、メッセージはなんか喜びとか、うん、あとはそのなんていうんですかね、信頼とかそういう、こうちょっと前向きな、言葉にするとすごいちょっと恥ずかしい言葉なんですけど、まあ、そういうものをこうアブストが休止してもう一回動き出して13年ぶりに出すアルバム、うん、そこにつながってるストーリーみたいなものは反映したくて、うん、まあその動いてない時期も、まあ、本当に友達でもあったりしてお互いの状況を確認し合って、うん、でまた集まって一個の船に乗ってるみたいな、その信頼関係とかやっぱあとはそのこのバンドが好きな気持ちとかなんかそういうのをちゃんとストーリーにしたいなと思って、うん、はい、それは結構歌詞で意識しましたね。なるほど、はい、うん、このアルバムタイトルシグナルス、はい、これを込められた思いっていうのはシグナルス、まあちょっといろいろ意味はあるんですけど、はい、まあ、あくまでこちらのストーリーじゃないですかやっぱ音楽って。でそれが届いた時に一曲一曲がその何かの兆しとか
なんかこうか思うきっかけになったりとか、うん、なんかちょっとこうまあ外出たくねえけどなみたいな、うん、まあちょっと行ってもいいかなみたいに思うきっかけになったりとかね、うん、まあ何でもいいからそういうこう一個一個印みたいな風になっていってくれたらいいなと思って、あ、はい、一曲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 が、うん、はい、こう歌う詩は、まあ、そのナッシングスとアブストラとその内容とか世界観っていうのも変わってきたりとかするんですか？それはもうもちろんそうですね、うん、なんかまああんまこう比較して考えてはないですけど、はい、なんていうんですかね、その人間の生活とか中身とかに の, そのスポットライトの当て方はやっぱりちょっと角度が違いますよね、はあ、うんうん、なんかそのあんまりこうアブストだと孤独に追求しないっていうか、うん、そうじゃなくてなんて言ったらいいんですかね、いろんな感情の中にある喜びとかそういうもののを引き出していけるような言葉をやっぱ選びたくなるっていうか、あー、なるほど、うん、なんて言ったらいいのか、うん、こう祝福していきたいみたいな、うん、その人間のこう生活とか営みを、うん、そういう気持ちが強いです。あ、うん、割とだから肯定というか、そう、全肯定するような、うん、なんかマインドになっていくっていう、そうですね、うん、うん、さあそれではですね、あの収録曲を1曲ずつ伺っていきたいと思いますけど、まず1曲目、はい、シェルフソング、はいはい、こちらちょっとなんか UK のなんかシューゲーザー的な疾走感もあるような、うん、まあ、オープニングナンバーにふさわしいような曲だと思うんですけども、うん、これどういった曲でしょうか？そうですね、これも結構シンプルなコード感とか、コードもずっと一緒のコードなんで、はい、本当にそれこそ、まあ、UK の昔のロック、まあ、U2 とかその辺の、うん、まあ、サウンドから結構来てますね、コード感も。まあ、歌メロはちょっと違いますけど、はい、うん、歌メロが US みたいな話になって、うんうん、でサウンドベースにあるものは結構 UK、 まあもうもろそのギターサウンドエッジだったんで、エッジのちょっとディレイあろうかなみたいな感じで作ってたんで、うん、あとまあこの曲だけに限らずなんですけど、結構コーラスワークはコンセプトとすれば一つにありましたね、ーコーラスワークっていうのは、うん、書いていこうっていうので、うんうん、でコーラスワークもすごくいい曲に仕上がってると思いますね、うんうん、コーラスのアレンジっていうのはどういう風に作っていくわけですか？曲を作る、コーラス結構スティーブンとかに相談しましたね、うん、あ、なるほど、その場で、まあ、元々考えてあるコーラスがあって、うん、どうかなとかって相談して、うん、その場でこういうラインもいいんじゃないとかっていう、まあ、ちょっと半分そこら辺はあのやっぱプロデュースっていうか入ってもらって、うんうんうん、だから俺たちにないテイストも確かに入ってると、なんかスティーブンゴスペルとかの頃から歌ってたみたいで、なんかちょっと普通じゃないコーラスラインちゃんと意識的に取れる人なんですよね。でそのどんな風に広がるかっていうのをいろいろ教えてもらいながら、うんうんうん、でこっちからも案出して、メイビーとかって言われて、うん、あ違うのかなみたいな、みたいな、ちょっと優しさでちょっと違うかな、ね、そう言ってた、なるほどねみたいな、っていう感じで、でもあのその場ですごい煮詰めて、うん、まあいちいち歌って、はい、って感じでした。あ、なるほど、はい、すごいでもいい感じだね。うん、うんうん、そして2曲目、アジサイを描こう、はいはい、こちらはまあ冒頭のアルペジオから、うん、まあ、サビ以降 このギターのカッティングが変わる、このなんか雨上がりのような、なんか抜けた感じになっていくっていう印象の曲、ね、気持ちいいですよね、気持ちいいですよね、疾走感が、これはまたそういう、 こう曲の流れ作りにしていこうかなっていう感じだったんですか？あれはどうなの言うはどうなの？言うはどうなの？流れ、あれはまあそんな2曲目だからっていうイメージは何もなくて、はい、まあでも結構アジサイを描こうに関してはもともとライブであったっていう曲であったんで、うん、そんなにこう、まあそれを出そうっていうのがちょっとありましたね、うん、そのライブ感というか、そんなに軸を回さないで、もともと流れがある曲だったんで、はい、それをまあちゃんと取れればいいかなっていうのでやりましたね、うんうん、そして3曲目、サイレントホイール、はい、こちらは先行の配信曲で、はい、まあ、ミュージックビデオもこれからという感じでございますけども、うん、はい、これは、まあ、
英語の歌詞になるわけですよね。そうですね、唯一、うん、はい、そうですね、うん、この曲はこうどういう時に作った、どういう、こう意味合いのあるワードだったりとかするんですか。サイレントホイール、サイレントホイール、うん、ちょっとあの多分初めてぐらいの恋愛ソングですね。うん、なるほど。あのちょっと密かに思いを寄せてる人とのなんか歌みたいな、うん、まあ深くは言わないですけど、はい、深くは言わない言わないですけど、まあね、感じ取ってくれればいいですね、はい、サウンド的にはいかがですか、小林さん。サウンド的にはまあそうですね、まあ、US の曲なんで、うん、イメージが結構、うん、この曲に関してやっぱりその、まあ、撮る時から、まあ、シングルというか、はい、まあ、そのヒック曲っていうのは決まってたんで、うんうんうん、結構時間、まあ、歌撮りとか、まあ、ベースドラム撮りに関してはそんな時間かかんなかったんですけど、サウンド作りはめっちゃ一番時間かかりましたね、やっぱり。もう何回も撮り直し、ギターとミックシングに関して、まあ、スティーブンとやり取りしまくって、うんうん、本当すごかったね、回数ね、うん、もう何回もミキシング、まあ、ギターやっぱりこれだみたいな、システムだ、ピアノもまた弾き直して、あ、これだみたいな、はいはいはい、いや、そうですね、結構やりましたね、この曲は関しては時間がかかりました。なるほど、割とこう、うん、海の苦しみを味わった曲でも、まあ、そうです、サウンド、そうですね、サウンド、まあでもやったかやって結構良くなったんで良かったんですけど、うん、そうですね、結構やりました、うん、そして4曲目、クラッシャーモーメント、はい、こちらなんかいわゆるなんか90年代のブリッドポップのようなアプローチで、はいはい、そうそうそう、あー好き好きみたいなイメージだったんですけど、嬉しい、はい、嬉しいねこちらどういったこうイメージで作られた曲というか、まあ、サウンドはまあでも結構これはこれもそこまで考えずに結構やれたかなっていう、まあ、リフがあってギターサウンドも、はい、なんていうんですかね、そんな、難しいことやんなくていいっていう曲、はははまあ、唯一そんな感じですね、うん、結構まあロックでいいんじゃないかっていう、まあ、ギターロックでいいんじゃないかって感じで、うんうん、スッとやりましたね、アレンジは、うん、あ、村本さんいかがですか、この曲に関しては。そうですね、さっきあの言ってもらったように、あの当時のブリッドポップの頃の、はい、あのちょっとグレアムっぽさもあるじゃん、うんうんうん、なんかね、そうだよ、グレアムポップソンっぽさ、うん、なんか、うん、あれがすごい好きで、うんうん、そういう音楽やりたかったわって感じ。よかったよかった。一言みたいになってるけど、やりたかったーって思った。自分でやってる、自分で歌ってるんですけどね。そういうのでもいいで、ね、自分のバンドでそういうのっても大好きだからね。うん、なんかこうやりたかったとか。あ、そうですよね。結果的にああよなんかすごいやりたかったことだとかさ、うん、なんか いいよね。そう感じれるのは。うん、ライブとか。楽しみだな、うん、ね、楽しみだよね、どうなるのか、うん、そうそうそう、なんかどうなるんだろうねライブ ねだからまあだからそうしみじみとでもまあどう思うみたいになってましたけどでもね、うん、でそうじゃあファンテンズ・オブ・インポーサーもあるんだよこの曲。あ、確かにそうだね、パワーポップで転調もしてるもんね。そう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 、転調してるもんね、もあるのよ。だからこれをなんかライブのところに持っていくんだろうなっていう想像、うん、結構楽しみな曲ですね。ああ、なるほど、うん、いろいろ想像を膨らむような、はい、うん、そして5曲目 Never Be Alone、はい、こちらもちょっとなんか 80s っぽい、うん、ジャングリーなギターというか、はいはい、それは印象的なんですけども、これはまあボーカルエフェクトを村本さんかけてますよね、セルフソングクラッシュモーメントと同様にかかってます。結構歪んでますよね、はい、うん、これっていうのはその、まあ、こういう感じの音色にしたいなっていうところだったんですか。そう、なんかあれこれはほん一発バーって歌って、はい、多分1回か2回ぐらいしか歌ってなくて、すごいその勢いがバーって詰め込めた曲で、うん、でスティーブンがと話してる時になんかこれ歪ましたらいいんじゃないっていうふうに提案してくれて、うん、なるほど、あ、なるほどねみたいな、うん、確かにいいねそれで行ってみようかっていう、行ってみようかって、うん、でもこの曲が持ってるそのなんていうんですかね、実は結構その緻密じゃん、そのなんていうんですか、うん、こうバカチカチっとリズムが合ってないとあんま、うん、実はあんまかっこよくない曲で、すごい細かく合わせてあって演奏も、でそこにこうボーカルが泳いでフルを作って、うんうん、でその勢いがどういう風に伝わるかみたいな、うん、そう、あ、なるほどなるほど、結構重要だなって思ってたんで、うん、そのただ生歌で歌っていうの物足りなさを感じてたから、ええ、結構その歪みが
フィットしたなっていう印象ですね。なるほど、はい、小林さん的にいかがですか、サウンド的にも。そうですね、曲で結果的にボーカルエフェクトもでも結構ハマりましたね、やっぱり。よかったですね。それでなんか偏らず、なんかそれでまたリバービーにすると多分面白みっていうか普通になっちゃうから。なるほど、結果的に良かったです。多分イメージ作った時にもうちょっとそのアンビ感のある曲だったんですけど、はい、歪みをあれでボッて出すことによって結構、うん、アブストらしさというか、うんうん、のが出て良かったですね。あ、うん、なるほど。そして6曲目アスピリ、はい、こちらファーストミニアルバムの再録になるんですかね。ファーストアルバムからの再録っていうか、そうリアレンジというか、リアレンジ、うん、はい、と歌詞も変わってるんで、うん、これまただいぶ違ったイメージになりましたか。これそれこそ本当多幸感みたいな、うん、すごい、うん、その手何テーマあったの。あ、でももともとの歌詞から影響を受けてる、もちろん。あ、昔新しく上げた歌詞から、はい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 、もうちょっとこう広げないとなっていうのがあって。なるほどなるほど。そうそうそう、うん、だいぶね打ち込みがその今までのうちアブストではあんま考えらんないっていうか、あ、ドリームポップっぽさがあるっていうのかな、なんかね。そう、ちょっとイメージはしたよね。そうだよね、ドリーミー、そうそう、ドリーミーなね、うんうん、あれがすごい好きですね。あ、なるほど、うん、そして7曲目ファインダー、うん、はい、こちらなんかこう叙情的なロックバラードといいますか、はいはい、うんうん、なんか広がりのあるですよ、ねね、壮大感のある曲ですけど、これに関しては本当に初期の頃に作った曲で、あのリリースしてなかったし、ずっと眠ってた曲だよね、うん、そうだね。だから歌詞も書き換えて、はい、でアレンジもまたクリアにして、うんうんうん、って感じです。これはもう作った時の、まあ、世界観、曲の世界観とかいうのはそのまんまなんですか。これに関してはそのまんまです。結構これ唯一多分書いてないかもしれないです、歌と歌詞以外は、はい、うん、まあ、あとはその、まあまあ、サウンドの煮詰め方はもちろん今でこその煮詰め方しますけど、うん、はい、でも取り入れるって感じしてないですね、本当に。あ、なるほど、昔の当時のまんまのでどうやれるかっていうので結構やったのはありますね。うん、そして8曲目トゥモロー、はい、こちらなんかちょっとニューズ的ななんかこう、はいはい、いうなんていうかこうロックオペラ的な感じもありますし、うん、なんかこれも広がりがあってなんかラストっぽい曲だなというイメージもあるし、これはあのデモの段階で完全に打ち込みから作ってて、はい、ユーゴが、うん、だからほぼほぼうちのメンバー楽器弾いてるの。あれ、あ、全部俺が弾いてる。そうだよね素朴な疑問ね、あの曲はねなんで分かってねえんだっていう、ね、そうだよね。でもユーゴだよね、ユーゴはほぼ自宅で練ってっていうのに歌と歌詞乗っけてっていう。ああ、なるほどなるほど、感じだね。まあそういう曲一曲ちょうどいいんじゃないかなっていう、うん、そう、全く新しいよね、あの人にとっては、うんうん、あ、違ったまたアプローチというか。そうですね、初の試み。それはもっと増やしていきたいなっていうのは、うん、まあうまくこう、まあバンドで結構課題なんですけど、こう、まあ、打ち込みサウンドをどうやってライブで再現するかみたいなのがあるんで、あ、それはやっていきたいですけどね、やっぱり難しいんで、うん、一つのきっかけになればいいよね、うん、あの曲が、うん、まあ、今回アルバムを、まあ、セカンドアルバムを作っていて、うん、まあ、なんかまた見えた景色というか、こうしていきたいなとか、うん、またこういったこともチャレンジしていきたいなとか、そういうものってなんかお互い見えてきましたか今回は。あ、もうでもすでに次の音源の話は出るようになってるね、うん、メンバーの間でね、うん、そうだね。あ、なるほど、うん、まあ、まあ実際どんな音源作るかとかまだ全然ですけど、はい、早いとこ新譜作りたいねっていう感じ。あ、なるほど。結構制作意欲が湧いてるのかな。うん、そうだね、うんうん、そう、やっぱりスイッチが入るからね、うん、リアルを出して、うん、でまああとその、まあ、13年ぶりにまあ、撮ったことでどういうサウンドを作れるかっていうのがみんな分かったと思うんで、多分、はい、うん、進めると思うんですよ、ね、うんうんうん、やってないとやっぱり進めないんで、はい、うん、だからどこまでいけてどこまで、うん、だからまあ歌詞に関してもね、だからほら、でも日本史いっぱいあったけど、でもサイレントオールのまあ英語もいいよねっていう、まあ、そこら辺も、ね、まあね、話したいよね、どうやってやっていくかみたいなもね、うんうん、ですね、なるほど、そう、そう、見えてきたよね、だからね、うん、そういうのもね、うん、
うん、まあ、改めて今回のアルバムシグナルス、まあ、こう作って、まあ、アブストの今のこの現在地、ここを見てほしいとか、こういったところを聞いてほしいっていうのはなんか明確に見えてきましたか？まあ、でもやっぱどこまで行ってもそのユーゴがあの作ってるそのメロディーってすごい素晴らしいと思っているの で、うん、でそれがこうなるべく際立つようなアレンジにしつつあの自分たちのこう好きな音楽を詰め込んでるっていう感じなので、はい、そのメロディーを まずは感じてほしいなと思うのと、うん、あとはその多幸感、うん、こうなんて言うんだろう、いろんなライブがあっていいと思うんですけど、アブストのライブは結構まあ陳腐作る前から徐々にそうなってきてるんですけど、そのなんかこうとにかくこうなんかどっかポッとこうなんかあったかい炎がちょっと芽生えるみたいな、うんうん、終わった時にあよかったみたいな、とりあえずなんかふわっとして帰ろうみたいな、はいはいはい、帰ろうみたいな、なんかそういう状態になってほしいなって気持ちがあって、うん、あるよね、なんかね、うん、それはあるね、そうなってきたね、うんうん、でそれをこう今回のアルバムでもあの表現できたと思ってるので、うん、そういうのを感じてもらえたら嬉しいですね、はい、うん、でも今回のアルバムを引っ提げた、まあ、リリースツアーが4月22日からスタートしますけども、はい、もう楽しみですよね、はい、もうこれは楽しみです、うん、楽しみです、どういう感じになるかライブでそうなんだね、なかなかそうだね、楽しみであるけども結構いろいろやらないと、ね、うん、準備がね、準備ね、そうそう、うん、打ち込みとかだったりとか、そのベースいろいろ表現方法がちょっと変わってくるかなっていうのがあるので、はい、うん、まあ、そこは詰めつつだね、うん、そうだ、詰めてちゃんともちろんやりたい、まあ、みんなそうだろうけど、うんうん、あとコーラス歌ね、みんな練習しないとね課題がいっぱい出てくる、ね、課題がいっぱい出てくる、またちゃんとストレッチやってから歌えようっつって姿勢はこうだぞっつって P です、ね、P ですって言おうかな、コーラス隊にはあ、そうですね、あとはだから新旧だね、織り交ぜて、はい、新譜もちろん、うん、あの最大限表現して、うん、そのそうだね、今のアブストをみんなにちゃんと理解してもらえるよう な、うん、なんかライブを作ってね、行きたいですね、うんうん、あとはもう本当楽しみです、うん、あの新譜全く演奏してない曲もあるんで、あのあのスタジオとかでまだ、うん、はい、それ合わせていくっていうのも純粋に楽しみですよ ね、うん、楽しみだね、うんうん、はい、ぜひ皆さんもチェックして、はい、まあ、アブストラクトマッシュのライブを見に行ってほしいっていうことですね、はい、はい、お願いします。さあそれではですね、そろそろお時間ということでございまして、はい、こちらのカメラに向かってですね、はい、まあ、メッセージをお願いいたします、はい、アブストラクトマッシュ13年ぶりに新譜、発売しました、シグナルス、なんかみんな皆さん聞いてくださった皆さんのね、なんかこう一つのきっかけって言ったらちょっと重く聞こえるかもしれないんですけど、まあその皆さんの人生に少しでも絡んでいけるような、あのすごく前向きな作品になってると思いますんで、まあ踊ってくれたりとかね、うんうん、歌ってくれたりとか、うん、なんか一つアクションが起こるような出来事があると嬉しいなと思います。ぜひ聞いてください、ライブ遊びに来てください、お願いします、お願いします。アブストラクトマッシュより村松さん、小林さんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。NA ヘッドライン、次回もお楽しみに。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらになります、機材セッティングなど、DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。